こんにちは、うにょころです。パーティープロムナードのショートカットを見つけました。こういう風にここからここに飛べるということで、どうやって行ったかなって録画を見直してみているのですが、飛んでくる球に4個くらい当たっているように見えるけど、スローにすると2個当たって3個目は外旋に当たって加速に加わっているのか、床に当たって関係ないのか微妙なところで、まあ2個か3個渡ると飛び跳ねて上まで上がれるみたいですね。ではでは。もしかしたら球の出る速度と量と時間で最初の方にたどり着いているとできないかもしれないです。